体調はいいです。ありがとうございます。はい、調子はちょうど。いや、これしかない。調子はいいと思うんですけど。怒られる。緊張しかしてないです。緊張されてます。はい。多分メインとかは何も気にしてなくて、ただ単にいつも通り試合に緊張してるだけだと思います。どんな試合になるかみたいな、ちょっと言える範囲で思って。あ、もう、言える範囲っていうか、まあ、一方的になるんじゃないですかね。って思いますけど、僕は、まあ、キャラはなんかあれなんですけど、天才なんで多分一方的になると思います。僕はどういうところがその天才なんかもうとりあえず目もいいし、教えてないことをなんかいつの間にか YouTube とか見てなんか勝手にやれて、それがまたなんか自分の技にできちゃうとか最近言う、まあ、本当 Z 世代って感じなんですけどとりあえずなんかそういったところとかがすごいな、すごいセンスあるなと思いますね、やっぱり。お願いします。今日ちょっと控室の。あ、よろしくお願いします。お願いします。調子どうですか？いや、めちゃくちゃいいですね。いや、もう楽しみでしょうがないです。ワクワクしてますね。めちゃくちゃ笑顔です。あいや、もうこれがやりたくてやってるんで、ね、いや、早く戦いたいですね。お願いします。お願いします。ハンドロップはここ。ここそう。あ、わかりました。ありがとうございます。中央と、ちょっとすぐ行ってね、ちょっとあれ巻くのが12時過ぎで巻かないんで、あの手首だけあのパパってやるだけなんで、すごいな今回の試合動画、とりあえずどんどん勝負仕掛けろよ。ああ、もう最初から倒しに行きます。もう始まってるから。そうだけど、力強くいかないでいいから、はい、もう疲れさせる、はい、倒しに行かないでもいいから、どんだけ相手に勝負させるか、はい、何回も勝負していけばお前の方が確保できてるから、はい、絶対疲れるから、はい、そこだから、はい、ポイントそこで削ります、うん、はい、よし、じゃあ後で行くから、おっす、お願いします。ロビー各所に消毒液をご用意しております。こまめな手指の消毒、手洗い、うがい、行っていただきますようお願いいたします。一緒に動いて肌を合わせてみて、はい、調子はどんな風に、そうですね、今日調子、ひろたかさんの調子めちゃくちゃいいと思います。てかフィジカルっていうか体の仕上がりがもう見ただけで過去一だなっていうのは正直わかるんで、もうあとはパフォーマンス楽しみにしてます。ありがとうございます。どんな勝ち方を、いやもう派手に派手に勝ってほしいですね。あの人はもうそういう戦い方しかできないんで、もうそれを自分も見に来たところあります。セコンドですけど見に来たっていう、こう期待も込めて来たところもあるんで、もう楽しみです。ありがとうございます。はい、意気込み、あ、本当いつも通り
いつも通り緊張してるって感じですね。してますね。してないように見えますか？あ、本当ですか？めちゃくちゃしてます。はい。あ、ちょっと1個いいですか？これを使っていただきたいです。お願いします。まあ、強引に行かずにじわじわ行こうかなと思ってます。相手のペースになると強いと思うんで、まあ、ペースは譲らず自分のペースでやれたらなって感じですね。頭試合の相手の映像ばっかり見たんだ。はい。ファンカスの動画が一番いいな、なんかファインデート。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。お願いします。もらった、もらった、もらった、最低ラインはパンチの数5号だろ、絶対。最低ライン。やっぱお前の方はいつも8、2ぐらいになっちゃうからさ。で、2をバチバチ当ててるんだけど、手数が少ないから。絶対1ラウンドの勝負はまず。そこでまずポイントは絶対に3点を勝てるから、もうそれだけ頭に1ラウンド絶対取る、はい、1ラウンドとこれだけ絶対約束な。最初に2分しっかり自分で攻撃きます。3分目組んでみる、うん、であと2分はあ取ったなと思ったら言うから。ポイントゲームな、書くときはポイントゲームの作戦。ダメな部分言うから右振ってもらって、右おいナイス、いいいい、打ってから動く、ナイスナイスナイス、いいよいいよ、絶対だから、それ信じろ、はい、勝負どん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 きついとこ持っていくから、はい、絶対ついてこれだな、絶対ゲーム、はい、いいよ、西本だ、はい、Time for the main event of Pancrase 331. This featherweight contest is set for 3 5-minute rounds. In the blue corner, Kisa Miyake! And in the red corner, Hirotaka!長いのは苦手そうな感じがやっぱあるな。絶対に焼きの方が得意なパターンで。ガード高いから下散らせ、下散らせ、いいよ。ガード高いから下散らせ、そういいね。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、スイープ、はい、来た、はい、そこから。ボディークラッチだけさせんなよ、ボディークラッチだけさせんな、いいよ、顔をして顔を剥がしてボディークラッチさせなきゃいい。まずまずバックでもいけるな、まず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 バックいけるな、バックいけるな、バックいけるな、そうよいしょー、はい、取った、そうそうそう、はい、そこ楽に楽に、膝しっかりな、右脇させてんな、ずらせ、大丈夫、ほら、相手も焦ってきたぞ、大丈夫、さあ、いいぞ、それ、もう一回もう一回しつこくいくぞ、バックいくぞ、バック、そうそう、それでいい、宮城、それで落ち着け、クラッチ切られるな、クラッチ切られそうだ、下行くぞ、下行くぞ、顔押せ、顔押せ、足かけ出せんな、
よ足かけ出せないよいよいよ中井さん無理やんな無理やんな無理やんな大丈夫大丈夫大丈夫しっかり三宅三宅外の内側の肘膝踏まないで離れろ離れろ相手嫌がってるほら相手の言うこと聞こえてない嫌がってた違う嫌がってるところ違うお前嫌がってるところ違うそういけ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 そういやいけ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 いやいけ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 嫌がってるところそういや聞いた聞いた聞いた腫れてきてるな腹で腹腹いて腹聞いてる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 投げも取るぞ投げ取るぞお前投げられてねえぞ10秒10秒お前上取られても投げられてない10秒だ聞いてる聞いてる聞いてるいけ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 ネギジャブからいいよいけ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 それも嫌いいよ。リラックスしてな。今は近いので、今は近いので。第1ラウンドの集計結果をお知らせいたします。ジャッジ2名が10対9、赤の中田選手。1名が10対9、青の宮部選手を支持しております。第1ラウンドの集計結果をお知らせいたします。ジャッジ2名が10対9赤中田選手1名が10対9青宮部選手を支持しております。あと3人散らせば攻撃散らせばお前倒せるから打撃はお前の方が強いタックルするからな。気持ち作れよ気持ち作れよ行くぞ。行け疲れたから自分が仕掛けてみ2ラウンド打撃で行け打ち合うなよ自分の距離戦え前蹴りできてないぞ。サブスマッシュやれ頭振って入れ頭振って入れ頭振って入れそういいよ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 すぐ立て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 しっかり立ち上げろ立ち上げろ足そうナイスナイスすぐ立てヤゲ頭つけろしっかりよしよしよしそうそうそっから相手嫌がってバック行くぞあもうバック行けるハイプンハイプンヤゲバック行けるあほら嫌がっただろヒロダ君ヒロダ刑事まで行け刑事まで行けいいよオッケー蹴って蹴って蹴る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 勝負しろ伊予中そこは動くところだ伊予中動くところいいよいやいやいや浮かせ浮かせ浮かせいやいやいやよし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 いやいや伊予中ケージまで行けケージまで行けケージまで行けしつこくハーフナイスないいよ立てばラウンド取れるから立てばラウンドそう三宅ナイス立てばラウンド取れいやいやいやもうそれで行けそれで行けケージまで行けポイント取れるぞ三宅立てばラウンド取れ伊予中そうそう細かく当てていけ伊予中伊予中休むな三宅相手疲れて休んでるだけだよ三宅このラウンド取ってるぞそのままでいいそのまま三宅ラスト30秒だと一回仕掛けるぞお前が疲れてる30秒は一回相手は疲れてるからな伊予中いくぞ伊予中三宅こっち行ってみそうそう大きいのいけ大きいのいくぞ三宅離れてバンド行くぞあたち離れてバンド行くぞ落ちたら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 落ちたラスト1分59秒プロスラウンドになりました。勝者赤坊の中田ひろまか。ラッキーがないなラッキーだな背中の付け根しか長い背中付け根しか長いな馬術研修会初所属の中田ひろまかです。まずパンクラス30周年おめでとうございます。
いや、30年の歴史って本当にすごいなと思ってます。本当にいろんな方々の思いがつながれて自分にバトンが託されたなと思ってます。本当に人生生きてると、まあ、いろいろ楽しいこともあるし、まあ、辛いこともあるし、まあ、でもやっぱ生き残る、戦って生き残るっていうのは本当普遍のことというか、人生生きている限り戦いは続くと思うので、本当に皆さん一緒に頑張って生きていきましょう。あと今日最後この一言で締めさせてください。明日からまた生きるぞ。また明日。本日はファンクラス331ニューミアホール大会ご来場誠にありがとうございました。これより場内ファンクラス332の準備に入らせていただきます。首の痛みとかはないですか？大丈夫か？はい、足のしびれは？はい、お前ちょっと疲れとっただろう。もう疲れてました。三宅、はい、はい、何ですかこれまたいつも通りだな。もういつも通り、いつも通りだ。お前何をやらないといけないかわからんわ三宅きついことやらないからこうなるんだぞいつもお前らが買っとんのに。あれ首入ってないけどお前もう酸欠で、お前それであれだろう、落ちたんだろう。さあ気がすんなら着替え。おまだまだ修行の身なんだから。向いてる向いてないじゃなくて、お前は頑張れるか頑張れないかだけの話。才能があるんだからさ、それだけは認めてやる。頑張る才能がないのは残念だけどな。あなんだ毎回なるんだからさ、ちょっと頑張ればいいじゃん。岡山そんだけ泣くやつは向いてるよ向いてないことはない。大丈夫、安心して。三宅いい仕事だよ。もうめっちゃ良かったよ。メインとしてはいい仕事だった。ギャラ君の仕事はめっちゃしてる。それは何も悔しさだったのか言葉にしていただけると。応援してもらってる人に申し訳ないな。天才が言うの練習をしてないだけじゃないですかね。きついこと昔から言ってんですけどね。仕方ないっすよね。あれは多分決まってたとかじゃないと思うんで、多分、まあ、ちょっと酸欠気味になってっていう感じかなと思うんですけど、まあ、やっぱ相手の方が自分がやりたいことをやっぱやってきてたんじゃないですか。それをまあ三宅がそこで勝負しようとか相手の土俵で戦っただけで仕方ないですね。まあ、相手がそれをずっとやっぱりうまかったですよね。そのやろうとしてることをしっかりずっとやりきれたりとがあれなんじゃないですかね。勝負の分け目だったんじゃないですか。同じ勝ち方でしょ両部の同じ、あのラウンド終わったら失神してたんで、ちょっと悔しいどっかでまた中田君とやんなきゃいけない日が来るかもしれないですね。僕もそうなれるように頑張ります。小田さん、ちょっと本当すいません。ちょっとまた練習します。お前休んだろ。休みました。休んだっていうか、ちょっと結構抑え込みうまかったっす。結構プレッシャーポイント良くて、いける、絶対いける、まあ、もうちょっと暴れなかった。お前ちょっとビビったな、あれ。すいません。ヒロチン得意な、今練習でたまに使うぐらいです。たまにぐらいでしょ、あんまり見たことない。あんまり使わないです。じゃあ映像で見てて決まると思わなかった。なる前に俺も立ってもう一回戻してたら、なんか行ってみたら相手がずっと倒れてる。だから多分相手が思ったより多分持ってると思ってなかったら、多分結構首出しちゃってて、そこに引っかかった感じで。よく組み技にラッキーはないって言うけど、ラッキーあった。今日は完全にラッキーじゃん。もう今まで見た組み合わせの中で一番ラッキーちょっと恥ずかしいです。俺も二十何年格闘技でいるけど今まで見た中で一番ラッキー。恥ずかしいっす。あれ泣くない？いや、ないっすよね普段やってるやつじゃないんだ。あんま使わないっすね
あの多分トシオミが思ったことは俺の思ったことだと思うからそのまま俺が言ってたって手でそのまま伝えてみるお前あのトシオミから俺の気持ちが伝えられる本当に言うのやめたすぎ本当に言うのやめたあもうこいつ諦めたこのラウンド捨てたなと思ったから途中からも言うのやめて俺10秒ぐらい前からあれと思ってこうやって行こうとあれまだなんないのなんないのってやってる間に決まってたんだよね本当最後10秒っすよ普通に椅子持って立ってましたね、はい、絶対決まらないと思うね逃げだと思ったんでまあね改めて一言かけるとするといやまあこれからの、まあ、この試合が大事な試合選手じゃないんで、うん、まあなんかその試合の中で気持ちの弱さが見えたなっていうやっぱずっと攻める気持ち持っとくっていう、まあ、まあうちのねスタイルってもうずっと攻めろっていうことなんでちょっと弱さ見えましたねまあでもちょっと期待してくださいはい、ありがとうございますもう自分は前回決めちゃってパンクラスランカーなのでお金だけ落としてしまって申し訳ないなあの思いもあったんで強くなってだから全部プレステージとか活用しました頑張りましょう頑張りましたありがとうございますお疲れ様ですお疲れ様でしたお疲れ様ですありがとうございます改めて試合振り返ってはいまあ、ちょっと課題の残る試合だったなっていう大沢さんにもすぐ怒られてちゃんと納得させられる大沢さんとは師匠も納得させる皆さんも納得させるような試合をしていきたいです何か目標とか考えてるそうですねあの自分前回ライジンに負けちゃったんで、まあ、今すぐにタイトルマッチと言わないんですけど、まあ、あと1試合とか2試合とかやらせていただいてで今年中にタイトル必ず取るんでぜひよろしくお願いしますはいありがとうございましたありがとうございますありがとうございます